いっちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。はい、今回ですけども、今回はツインモーションに入れた時にですね、今こんな感じでフローリングのねマテリアルをパッて貼ってるんですけども、このフローリングのレイヤーマテリアルね、まあここは X 軸方向、こっちは Y 軸方向みたいな感じで本当は分けたいのに、ツインモーション入れた時にどうやって分けたらいいのかがわからないという方が、まあ、いらっしゃると思います。今回はね、そちらの方の解説をしていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでツインモーションにやってきました。今の現状はね、まあアーキケドと同じように、今は全部こういうね横向きですね、先ほどで言うと X 軸方向という風になっています。はい、ということでね、アーキキャドで、まあ、この一箇所の廊下部分だけマテリアルを変えてきたんですけども、この、まあ、変えた状態でですね、こっちのマテリアルと同じだが、木目の方向とか、まあ、フローリングのサイズ感であったりを変更したいなっていう時にですね、このままこいつをこう持ってきちゃうと、スケールを変えると全部変わって、回転すると全部回転しちゃうと。そういうことになってしまうんですが、ここをですね、こいつだけで孤立させたいと、そういう時はですね、まずここで今ね戻ります。こいつをマテリアルピッカーで取った状態で、この3つのところからダブリケートしてもらって、じゃあ今これ複製された状態なんで、下行ってみると先ほどのものがこれですね。で、今複製したものがこれです。で、分かりづらいので先に名前だけ書いておいてください。ローカット、はい、こういう風にしておきます。で、この書いたものをこう配置してあげることで、こいつだけがちゃんと大きくなって分かりますよね。大きくなるし、こいつだけが回転すると、はい、そういう風にこのマテリアルをね個別することができます。やった！だからとりあえずダプリケートして、新しいマテリアルとして保存してあげればね、こんな感じで他のところで同じマテリアルを使っていようが関係なしに、個別のマテリアルでね調整することができますので、もしよろしければこちらをお使いください。で、もう一つここにね、これいつ使うねんと思った方いらっしゃると思うんですけども、これはねリプレイスマテリアル、マテリアルによって変えるよ。Apply to Object、まあ、オブジェクトに従ってたから、そのオブジェクト一個一個に執着した状態で貼り付けていくよっていう、この2つなんですけども、これはね実際今これって変えましたけど、これを変えんでもこいつらの調整だけでできるのかって言われたら、まあできないんですよね。だからじゃあいつやんねんっていう時に、なんかレイヤー分けされた時ですね。例えば僕これ今アーキキャドからポンと持ってきただけで、まあ、こういう風なレイヤー分けはされてるんですけども、例えば窓っていうレイヤーで、ライノとかを作った時にですね、ライノごとにレイヤーを分けてるけどマテリアルは分けてないみたいな、そういう状況があると思うんですけども、そういう時にこれが便利になってくるということで、そのレイヤーに分かれてる状態で、ただ全部マテリアル一緒の状態で、今のねこの初期設定のリプレイスマテリアルでプッて1回でやってしまうと、これね全部が変わってしまうんですよ。ただこれをアプライトゥオブジェクトにすることによって、このレイヤー分けされたねこいつらに従って色が分かれていくっていう、そういう風な感じになりますので、そういう時はよしけばお使いください。ということでね、今回の動画は以上になるんですが、ちょっと今の最後の分かりづらかったかもしれないので、最後ね声なしでこういうことですよっていう風な動画だけ軽くパパって貼り付けておきますので、そちらをご覧ください。どうぞ。はい、ということでどうでしたかね。はい、これで少しはまだ
分かっていただいたのかなと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。よかった、分かりやすかったなと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回の動画は以上になります。ありがとうございます。